よし、じゃあ闘技場3戦目も取りますかね。うん、とりあえず2回やってみて分かったのが、銀のタロット引けないと終わるねこれ。だマリガンはなんか1コス2コスちゃんと引けてても全部銀太郎引くまでは取り替えちゃってもいいかもしんないって思った。うん、まあそんな感じでやっていこうかな。おカジノだ。あカジノじゃない、なんだこれ、初めて見る場所だな。ほー、あまあ全部変える。で銀のタロットを引く、引かない。まあでも高校だからまずはあれがスキルで引ける可能性があるかな。スキルで引いていこう。さあ未来の私の手の中に、もうやれることはやりきった。さあ行くわよ。すごいな、くるくるっとする感じか。違う動きあるな、やっぱり。これは何にしようかしら。ワタボーが出てくる。おどうするか、単筆節制かな。節制のタロットか。まあいいか。さあ私の力となって、私のターンね。これはワタボーしか出てこないのかな。ワルボーが出てきたりとかしないか。しなそうかな。こいつだけか、動き2種類あるの。うん、ワルボーしか出ないのかな。でどうしよう、なんかイカがめっちゃ育ちつつあるけど、早く銀のタロットを引きたいからこれも使いにくいんだよな。まあとはいえ使わざるを得ないか。いきますよ。何戻す、まあ何戻しても一緒は一緒か。これ戻そうか。倒しとく、倒しとくか。でこいつ出して終わりかな。もうやれることはやりきった。さあ行くわよ。他にはギミックないか。ん、なんか出てきた。闇の司祭、スライム系の味方は特技ダメージを受けない。あれこれ強いぞ。特技を受けない、それは強くないか。かなり竜騎兵を出すか。いやー銀のタロット引きに行きたいな。さあ未来は私の手の中に。いけない。すべてのユニットに1ランダムな敵に3。これ2番を引いた上でリーダーに当てずにこっちに当てないと取れないってことだよね。ちょっとそれは厳しいか。いやでも銀のタロット引けてない以上なんかこれにかけるしかないか。5点だしな。いやなんかそっちじゃないんだよな。ダメだ。それはダメだ。しょうがないか。顔当たって終わるか。ダメだな。銀のタロット引けてないと負けるようなデッキになっちゃってるな。で、痛い。うん。一つ。これは？
これにかけるか。3点。ああ違う、5点。そっちじゃないんだよな。ダメだ、やっぱり運任せになっちゃうな。必中入れるカード1枚は厳しいよな。さて、猫窓2段です。これはボコボコだな。さて何にしようかしら。メッサーラだけじゃ1点ずつだもんね。これもやっぱり運頼みの太陽のタロットしかないか。太陽のタロット、そっちじゃダメなんだよな。まだ死ぬべき時ではないわ。真ん中とりあえず取って、ちょっと待てよ。11点12点12点15点。ダメじゃないかこれ。4点だからメラゾーンがあったらもうそれだけで終わりだしな。あ、これは無理ね、無理だね。これはどうにもならなかったな。お見事です。私の負けです。くそー、早々に2敗している。うん、ちょっとなんか長すぎると取れないみたいだから、ここで一旦やっぱり止めて終わりにしよう。